けれども、Recording. どちらかというと、外部のプロジェクトに関わる、なんか、から要請されて作ったのかなというような、タラオーシャンズとか、なんか、他にもあったんですけど、ちょっと、あったんですけど、そういうものがちょっと基本的に多いように感じます。で、このようにパッケージがどんどん増え続けていて、まあ少し数もこの100とか200とかになってるんですけど、まあ、どのパッケージ使えばいいのかなって、思われるんじゃないかなと思うんですけど、基本的に DDPN 推奨としましては、ここにあるように、まずゲノムとか型は MIX 使って、EA メタバンクの方は MIX 使って、まあそれ以外の方はスタンダードの中から生物種に合ったものを使うと、良いのではないかなというふうに考えています。で、またもう全然わからない方のために、登録ナビゲーションっていうのも今、用意してまして、自分のデータ、どんなデータかをこう選んでいくと、まあ、例えばバイオサンプル登録するまでのデータでしたら、ここにパッケージ何使ってくださいみたいなことも書いてますので、これを参考にしていただくと良いと思います。で、ちょっと NCBI のバイオサンプルパッケージのこのテンプレートを紹介するサイトがあるんですけど、そこはもうちょっとなんかこう洗練されてまして、例えばこう、学名をここに入れるとフィルターしてくれて、ここに本当はたくさんずらずらってパッケージが並んでるんですけど、こう、例えば学名を入れると、それの適したものだけ絞り込みで出してくれるというような、いいものができています。ちょっとこういうのも今後参考にしたいなと思います。で、ちょっと戻るんですけど、DDBJ のバイオサンプルパッケージを、2022年に追加したので、どれくらい使われたのかっていうのをちょっと、調べてみたんですけど、このスタンダードパッケージを導入後は、だいたい、こう、今までは MIX が半分以上占めてたんですけど、スタンダードを使われる率が、上がりました。まあ、おそらくですけど、まあもちろんゲノム以外の方がやったっていうのと、あとまあ、スタンダードの方がちょっと見えるので、生物ごとパパパって出てくるので、あ、もうこれでいいのかなと思う人は多分使われてるのかなっていうのを感じますが、まあでもちゃんとミクシスの方も適切に使っている方がいるのかなっていうような印象です。で、まあこの、まあスタンダードパッケージっていうのは NCBI がまあ、大元が作ってるので、アーカイブ側が作ったんで、ちょっと登録者してイメージがあるんですけど、ミキシスは、やはりちょっとコンソーシアムで作ってるので、まあ、これは私の印象かもしれないんですが、ちょっと利用者視点属性が多くて、ちょっと属性名がわかりにくいような気がしていますので、まあ、あんま知らない方はちょっと選びにくいのかな、というようなことも思います。で、属性名も、まあ、同様にパッケージが増えていきますので、どんどん増え続けてまして、今やこの、もう NCBI で見たら1000個以上ありました。で、ミキシスの方でもタームが、こう、バージョンが上がるごとに、だいたい200ぐらいずつ増えていて、どん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 、リストだけを見るともうすごく拡大しております。で、まあ、おそらく、まあ、これ、ちょっと私の考えですが、利用者のニーズに応えようとすると、まあ、いろんな細分化した属性がいっぱい作られて、入れてほしいから作ると思うんですけど、まあでも、登録の現場の ことを言いますと、まあやっぱり必須項目に指定しないとなかなか入れてくれる人がいないっていうのが現状かなと思ってます。で、まあ、なので、まあ登録者に十分な情報を提供してもらうには、どのような取り組みが有効なのかなというのは、ちょっとこれからのか、今後の引き続きの課題かなと思っております。で、続いて先ほど別のアップデートの話になるんですけど、今年のことになりますが、INSDC では、この ABS の観点などから、この生物サンプルに地理的起源を書くことが重要ということで、公共データベースに登録されている配列データに地理的の起源とサンプル収集日時を記載することで、サンプルのトレーサビリティを向上しようという動きがありまして、この、属性名で言うと、バイオサンプルの属性名で言うと、ジェロップネームとコレクションデートの記載を必須化しました。バイオサンプルの方は今年の5月からもうすでに必須化しております。
ファイルゼータの方は2024年年末、年末まで実化される予定となっています。で、まあ、こういうちょっと政治が、政治的な要因で、必須になることがあるんだよという紹介なんですけど、ただこの必須になることで、じゃあどうやって書けばいいんだろうって悩む例もいくつかあると思うので、ちょっと、ウェブサイトの方には、なんかこう、悩まれるのかなって想定されるような FAQ を、記載していますので、何かこう、ちょっと参考にしていただきたいと、あと他にも、これ、まあちょっとバーチャルな例もあるんですけど、一体これはどうやって書いたらいいんだろうというのをちょっと簡単に挙げてみました。で、まあ、先ほどのその、なんか、原産国が大事なのかなという、目的で考えれば、まあ、それを、原産国を主体として書けばいいのかなっていうのがあるんですけど、それでもちょっとこのスーパーで購入したマグロとか一体どうやって書くんだろうっていうふうに思ったりもしています。ちょっとこれも我々の方で、カチッと結論が出てない問題もありますので、なんか皆さんのご意見とか聞かせていただければなと思います。それでも、やっぱり記載できないのってあると思うんで、必須になってるとでも、記載できない値がないのに、必須になっているのはどうするのっていうところで、ミッシングバリューレポートっていう、っていうのを、定めてまして、必須なんだけど書けないときは、ミッシングとか、ノットアプリカブルとか、そういう決まったタームを入れるようにしています。で、それを、さらに、最終日と、最終、場所を、書くのに、ただ、ミッシングとか書いてるだけだと、そのなんで書けないのかっていうのがわからないので、さらに詳しい理由を書くことを定めたのが、この報告になります。で、例えば、これはコントロールサンプルだから書けませんとか、サンプルグループなのでとか、そういう理由がここの、ちょっとごめんなさい、見づらいんですけども、ここに書いて、そのミッシングに続けてこの詳細なタームをつけるっていうのを、ルールとして定めています。すみません。最後なんですけど、ちょっとこの今日の発表、ナイトさんからの発表はあるんですけど、一緒にNBRC 株のバイオサンプルを一括登録、をさせていただきました。それでちょっと簡単にどのようなことしたかっていうのをご紹介しようかなと思って、ご紹介します。NBRC 株に約2万件、当時はあって言われて、それをバイオサンプルに登録するということで話があって、私はこの2019年からちょっと参加させていただいたんですけど、2万件あったんですけど、ちょっと、いろいろあって、最近だけのデータを、去年の9月にバイオサンプルデータを公開いたしました。ナイトさん、関係者の皆様のご協力のおかげでありがとうございました。それで、まあ、これをやって、まあ、ちょっと苦労した点、ちょっと我、DDG 側の視点でちょっとだけ、お伝えすると、まあ、ちょっと、これまで、まあ、私自身がサブミットするっていうのもあんまなかったことなんですけど、この多件数のものを一括でやるっていうのが、ちょっと経験がなかったので、そのシステム的にちょっと、件数の上限に耐えられないとか、なんかいろんな問題があったりして、ちょっと、また、それを解決するのに時間をかかりました。ただ、この登録処理件数の問題は、バリデーターが登録システムに入ってたので、ちょっと、エラーの数が多いとか、オートコレクト機能があるんですけど、それがたくさんあることによってちょっと上限があったっていうのが分かったので、事前にバリデーションすることによってそれをクリアできるなっていうことでやったんですけれども、バリデーションの方なんですけど、登録システムの方には先ほどちょっとお見せしたように、TSB をアップロードするとバリデーションかかるんですけど、それがちょっと登録システムの外に使える形でなかったので、ちょっとそこが課題だったんですね。それで、登録者向けにバリデーターが、外向けにあれば、ちょっと事前に皆さんチェックしてできるかなっていうのを感じました。と、あと、やはりちょっとオーガニズム、多件数なので、生物名の問題が結構、大変でした。それで、まあ、皆さん、どのように感じられてるかわかんないんですけど、スピーシーズレベルの、名称で、NCBIOタキソノミーに登録されている
ものを使わなければならなくて、それで、まあ、普通にバリデータで書けるんですけど、まあ、そこにないものはちょっと弾かれたりとかして、それをこうマニュアルで見てったりとか、そういう、あと、属性名までしかこう決まってない、種名が同定されてないやつとかは、ちょっと NGP やタキソミのルールで、ちょっと、こう、属名だけではダメとか、その上位の名前だけではダメなので、そこをこう、ちょっとうまく直したりとか、そういうことで少し時間をかかりました。で、今後、じゃあこういう処理どういうふうにやっていけばいいのかなというところで、まあ、さっきもちょっと言ったんですけど、DDBJ が提供したいなとは、これは私が考えているものですけど、まあ、バリデータが登録者向けに公開されていると、皆さん事前にチェックできていいんだろうなというふうに思ってますし、あとそのオトコレ機能もうまく使えれば、そのタキソミーデータベースで検索して直したやつを TSV に出力することもできますので、なんかこういうものがあるといいなと思っています。で、あとこれは、まあちょっとうちの管理の問題なんですけど、まあ、バイオサンプル一括で登録して、それを配列データに使うってなると、うん、ちょっと時期が変わったりとか、すると、ちょっと更新がなかなか難しかったりとか、関係性を把握するのが大変とか、ちょっということがあって、まあ、可能でしたら配列データとセットで登録できるとよりいいかな、というふうに思いました。で、まあ、ここの発表内容がバイオリソースデータ、の話もあるので、まあ、先ほどのような、ソースデータのバイオサンプル登録の課題というのは、まあ、と言いますと、まあ、先ほどの生物名のところが多分結構大変だと思うんですけど、まあ、あと、まあ、昨日もなんかお話出てたと思うんですけど、生物名の更新がやっぱり大変なのかなという印象がありました。で、あと、タイプストレインの情報が、とっても大事だなっていうので、NGP タキソノミーでタイプマテリアル、タイプストレインなどの情報を収集して管理しているんですけど、NGPI とかは、その海外の、カルチャーコレクションとかと、多分協力して、情報収集して、取り込んでいるようなんですが、まあ、日本のバイオソース由来のものは、その直接のあれがないので、タイプストレイン情報、DDBJ系で、バイオサンプルに登録していただければ、DDBJ 経由で、タキソノミーに取り込まれると思うので、そこで管理できるんじゃないかと思います。ですので、バイオリソースデータベースとのこの連携と更新っていうのは大事だなと思っております。で、これをそのやるために、ちょっとどうすればいいのかなっていうので、まあ、例えばバイオリソース側のデータベースの方で、API とか、なんかダンプファイルとかが、提供していただいたりとかあれば、なんか我々もそれを使うことができるんじゃないかな。そうすると、登録とか更新とかしやすいんじゃないかな、というふうに、考えております。はい、それで以上になります。ありがとうございました。